マルセル・マルソーは、フランスのパントマイムアーティストである。この芸術形式における第一人者で、近代パントマイムで最も有名な人物の一人で、ある。パントマイムの神様、沈黙の詩人と呼ばれた。1923年、フランスのストラスブールで、ユダヤ人の父、シャルルと母、アンヌの間にマルセル・マングルとして生まれる。16歳の時、フランスが、 第二次世界大戦に突入、その影響により、家族でリモージュに移住を強いられる。その後兄弟のアランと共にマルセルは、シャルル・ド・ゴールの自由フランスに参加、堪能な英語力で、ジョージ・パットンの軍隊の障害係として働く。戦況が悪化する中、ドイツ軍のフランス侵攻に伴い、ユダヤ人であることを隠すために生を、マングルからマルソーに変えたが彼の父はゲシタボによって、 捕らえられ、1944年にアウシュビッツ強制収容所で亡くなるという悲劇に見舞われる。マルソーという姓は、ビクトル・ユーゴーの懲罰詩集から引用したものであると語っている。チャーリー・チャップリンを見たことがきっかけで俳優を志したマルセルは、終戦後、1946年にサラベルナール劇場の中のシャルル・デュランの演劇学校に入門。ここでマルセルは、 デューランとエチエンヌ・ドゥクルーに指示して演劇や体を使ったパフォーマンスを学ぶ。ちなみに映画、天井桟敷の人々のバチスト役で世界的に有名になるジャンルイ・バローもまたドゥクルーの生徒だった。バローが立ち上げた劇団に参加するがほどなく、バローが映画を中心とした活動になり、マルセルはパントマイムを追求するために離れる。マルセルはこの劇団のパントマイム、 バティストで演じた同契約で交換職を得たことをはずみに、最初の無言劇、プラクシテレスと黄金の魚をサラベルナール劇場で講演し、高い評価を得る。1947年には、彼の代名詞とも言えるキャラクター、ビップを創造。白く塗られた顔、ヨレヨレのシルクハット、帽子に力なく飾られた花、ストライプのシャツなどは、 パントマイムの一般的なイメージとして認知されるほど大衆にアピールし影響を与えた。言葉を発せず体一つで表現される、そのパフォーマンスは高い評価を受け、とりわけ有名な若さ、成熟、老年そして死と呼ばれているスケッチは評論家をして、彼は小説家が何冊書いても表現しきれない世界を2分で表現してしまうと言わせたという。1949年、 二番目の無言劇、夜明け前の詩で、18世紀の著名な無言劇俳優、ドビュローを記念して創設された賞、ドビュロー賞を受賞。その後、当時世界唯一と言われたパントマイム専門の劇団、コンパニーで、マイム・マルセル・マルソーを設立し、ゴーゴリの、街頭の本案や、フルート武器、文体練習、闘牛詩、小さなサーカス、笑うパリ、 涙のパリなど多くの無言劇のシナリオを制作、講演した。この頃まではフランス・パリを中心に様々な劇場での活動が主であった。沈黙の芸術を世界中に浸透させるため、1955年にはアメリカでデビュー。ニューヨークでの大絶賛を受けて、より大きな会場でのパフォーマンスが行われた。ライブパフォーマンスは南米、アフリカ、オーストラリア、 中国、日本、東南アジア、ロシア、ヨーロッパでも賞賛を受け、2006年まで精力的にワールドツアーを続けた。テレビにも進出し、最初のテレビでのパフォーマンス出演となったマックスリーブマン賞はエミー賞を受賞。1973年の BBC のクリスマスキャロルではスクルージ役で登場した。また自身の番組、ミート、 マルセル・マルソーも持っていた。1967年のジェイ・ホンダ主演の映画、バーバレラでは、ピング教授役をこなし、1976年のメル・ブルックス監督作、メル・ブルックスのサイレントムービーでは、映画の中で唯一のセリフを喋る本人役で出演している。また、1989年のクラウス・キンスキー監督、脚本、主演のイタリア映画、 パガニーニにも出演している。他に、ペイント・イット・ホワイトというマルセル自身の体験をもとに、た低予算映画が進行していたが、共演していた、幼少時代からの友人が、撮影中途で死去したため完成には至らなかった。作家としては、子供向けに、マルセル・マルソー・アルファベット・ブック、マルセル・マルソー・カウンティング・ブックというアルファベットと、数字の本を出版。 1966年には、詩とイラストが中心の本を、また、VIP の物語及びイラストの本などを出版した。1978年には、パリに自身が主催するパリ国際無言劇学校を創設。1996年には、無言劇の進行のためのマルソー財団をアメリカ合衆国に設立した。1995年、歌手、 ダンサー、振付屋であり、自身もマイムを行うマイケル・ジャクソンと HBO で講演を行う構想があったが、実現には至っていない。2000年、自身の劇団を引き連れて、新作の無言劇、ザ・ボーラー・ハットの世界ツアーを行う。パリ、ロンドン、東京、台北、カラカス、サントドミンゴ、バレンシア、ミュンヘン、ニューヨークで講演した。 アメリカ合衆国では1999年からニューヨークやサンフランシスコで以前のソロショーを復活させ新しい世代の監修からも好意的な評価を受けた。フォード劇場などの著名な劇場でも公演し絶賛されている。また、1993年のチェコスロバキア解体まで長年にわたってフランスチェコスロバキア友好協会の名誉会長を 勤めた。2007年、フランスカオールの自宅で、心臓発作で死去。84歳だった。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、マルセルが成し遂げた業績と芸術を称えて2分間の、黙祷を捧げられた。ありがとうございます。